中世の球場の地球の芸術的表現からそれぞれ、大地、大気、水を表す区域に分けられている。地球球体説とは、地は球体である、とする説、考え方のことである。英語アースを、地球と訳すのが、一般的であることが原因だが日本語としては、少々ぎこちなくなっている面があって、大地球体説、または、 大地球形説とした方が古代に唱えられた説の感覚に近い。大地球体説とは、我々の足元にある地は球体である、とする説である。その起源は、紀元前6世紀頃の古代ギリシア哲学に遡るが、紀元前3世紀にヘレニズム天文学によって、自然学的に所世のこととして確立されるまでは、哲学的考察の対象であり続けた。 このヘレニズムのパラダイムが古代末期から中世にかけて、旧世界全体に徐々に取り入れられていった。大地が丸いことの実際的な証明は、フェルディナンド・マゼランとフアン・セバスティアン・エルカーノの世界一周旅行によって、なされた。歴史的に見ると、地球球体説にとって変わられるまでは、地球平面説が主流であった。古代のメソポタミア神話では、 世界は平らな円盤上で太陽に浮いており、球状の空に包まれているように描かれており、こういった世界観がアナクシマンドロスやミレトスのヘカタヨスによる初期の世界地図の前提となっていた。地球の形状に関するその他の考察としては、アベスターや古代ペルシアの著作物で言及されている7層から、ナルジグラとあるいは世界3。 リグベーダで言及されている車輪、オワン、あるいは四角い平面といったものがある。地球の形状は18世紀により正確に回転楕円体として理解された。19世紀初期には地球楕円体の変平率が、おおむね1、300程度と決定された。アメリカ国防総省の世界測地形により1960年以降決定されている。 現代の扁平率の値は1、298.25、近くになっている。古典期ギリシア地球球体説を示す最古の資料は、古代ギリシアの文献に遡る。大地が球体であることが、どのようにして発見されたのかについての説明はそこには、ないが、当地中海沿岸において、ギリシア人の移住の際の劇的な変化であった。終局する。 星々の測定し得る高度と位置の変化を説明するための旅行家の提案ではないかと考えられる。ディオゲネス・ラエルティオスによると、ピタゴラスは大地がマリーと言った最初のギリシア人であった。しかしテオフラストスはこれをパルメニデスに返し、エレアのゼノンはヘシオドスに返した。初期のギリシア哲学者たちは地球球体説を唱えたが、いくらか曖昧なやり方で、 それに言及した。彼らの中でも特にピタゴラスが旧体説の創始者とされるが、これはあらゆる発見を古代の賢者の数人に返そうとする古代ギリシア人の監修による可能性がある。ある程度の地球旧体説は、紀元前後世紀のパルメニデスやエンペドクレスにも知られており、高い信頼性を持って旧体説をピタゴラスに寄することはできないが、 それにもかかわらず、旧大説は、紀元前5世紀にピタゴラス派によって明文化された。紀元前5世紀以降、聖望あるギリシア人著述家で大地が、休憩以外の形だと考える者はいなくなった。ヘロドトスは、紀元前431年、紀元前425年に、書いた、歴史において、太陽が、北から照らしたという報告を疑っている。この疑いは、 エジプトの猫二世の知性にフェニキア人たちがアフリカ修行を行ったことを論ずる上で起こっている。フェニキア人たちは時計回りに修行していた際に太陽を右手側に見つつ進んだと報告しているのである。近代の歴史家にとってはこれは彼らの報告の真実性を確かにするものである。プラトンはピタゴラス数学を学ぶために 南タリアへと旅した。アテネへと戻って、学院を建てた際、プラトンは弟子に、大地は、マリーと教えたが彼はそれを証明する用意をできて、いなかった。もし人が雲より高く舞い上がれれば、大地が似ているのは、これらの12辺の川で包まれたボールの一つであり、様々な色で飾られており、大地に塗るのに使われた色は、ある意味で見本である。中世を通じて、 ラテン語で読めたプラトンの作品ティマイオスには想像主が世界を中心から端までの距離がどこも等しい休憩に丸く仕上げたのですがこれこそすべての形のうちで最も完結し最も自分自身に掃除したどの部分も掃除したつまり一様な形であったと書かれているが世界という言葉は通常宇宙を指すアリストテレスは プラトンの随一の弟子であり、学派の神髄であった。アリストテレスは、エジプトやキュプロスでは、見えるが、北寄りの地方では見えない星があることに気づいた。これは、大地の表面が湾曲していないと起こらないので、彼も、大地は丸いばかりでなく、あまり大きくない玉だということも明らかである。さもなければ、ほんのわずか移動するだけで、 それほど早く明らかな相違を提するはずがなかろうとして地球球体説を主張した。ルナーエクリプスアリストテレスは地球球体説を支持する物理的、観察的な論拠を提出した対称性、平行性、周期的反復性といった概念がアリストテレスの著作に充満している。気象学では彼は世界を5つの気候体に分けている。 赤道付近の円熱帯から分けられた二つの温帯地域、二つの寒く荒れ果てた地域、一方は我々より上つまり北極側でもう一方は南極側にあり、両方とも人を寄せ付けず氷に閉ざされている。極寒帯では人は生きていけないが、南側の温帯の住民は生きられる。ヘレニズム時代キュレネのエラトステネスは、紀元前240年頃に、 地球の周長を概算した。シエネでは、下死の日に太陽が真上に来るのに対して、アレクサンドリアでは、下死でも影ができることを、彼は聞いた。三角法によって同出するために、様々な角度の影を用いて、彼は周長を25万スタディオンだと概算した。1スタディオンの長さは正確には知られていないが、エラトステネスの出した値は5から15%。 程度しか実際とずれていないという。エラトステネスは大雑把な概算と大雑把な数値を用いたが、スタディオンの長さによって彼の概算結果は実際の4、5000の長さ4万 8km とは2から20%ほどの差がある。エラトステネスは太陽までの距離が非常に大きく太陽光は 基本的に平行だという過程に基づいて、地球の周長を計算できたに過ぎないことに注意。メソポタミアのセレウキア周辺に生きたセレウキアのセレウコスは、大地がマリーと述べた。アパメアのポセイドニオスは、地球の周長を確かめる上で、エラトステネスの手法を信頼したが、太陽よりもむしろ、カノープスを観察した。プトレマイオスの地理学において、 彼の概算結果は、エラトステネスのそれよりも強く三位を示されている。さらにポセイドニオスは、地球の半径を用いて太陽までの距離を表した。ローマ帝国地球球大説はギリシアを起源としつつ、多くのギリシア天文学思想とともに、ゆっくりと世界へ広がっていき最終的に全ての主な天文学派に受け入れられた見解となった。西方では、 地球球体説は、ヘレニズム文明との長期にわたる、相互交流を経て、自然とローマ人に伝わった。キケロや、ダイプリニウスといった多くのローマの著述家は、自身の著作で大地が丸いことを、当然のこととして述べている。地球の表面が湾曲しているため、船が水平線上にいると船の下の方は見えなくなる。これは、地球球体説の論拠の一つであるとされてきたが、 実際に海で遠くの船を肉眼で見ても判別不可能である。古代ギリシャの学者たちは海岸に立って船が近づいてくるのを見るとという話ではなくて船に乗って陸に近づくにつれてと説明している。これは後世の教育者たちが船に乗って陸を見るのも海岸から船を見るのも同じことだと話を変えてしまったのである。 水平線上の船と島。遠くの船を肉眼で判別するのは困難であることがわかる。硫黄島の近景と円景。島から遠ざかると下の部分が隠れていくのがわかる。船乗りたちが水平線の観察に基づいて最初に大地が平面でないことの証拠を最初に見出したのではないかと主張されてきた。この主張は 地理学者ストラボンによって推進されたが、少なくとも、ホメロスの時代から地中海周辺の船乗りたちに、大地が丸いことが知られていたと彼は主張しており、ホメロスが、紀元前8から7世紀にはすでにこのことを知っていた、ことを示すものとして、オデュッセアーの一節を引いている。ストラボンは、大地が丸いことを象徴するものとして、 海洋で見られる様々な現象を挙げている。彼は地上型陶器や陸域は船乗りからは低い陶器よりもずっと遠くから見えることを観察し明らかに海の湾曲がこういったことの原因だと述べている。クラウディオスプトレマイオスは2世紀に学問の中心地だったアレクサンドリアに住んでいた。1400年間にわたって天文学の標準的著作であり続けている。 アルマゲストにおいて、彼は大地の急状性に関する様々な主張を提出した。その中には、山に向かって船を進める際山が海から登ってくるように見えるのは、山が海の湾曲した表面に隠されていることを示しているというものがある。他にも、大地は南北にも東西にも湾曲しているという主張を彼は提示している。彼は八巻からなる。 地理学をも表し、大地について取り扱っている。地理学第一部は彼が使ったデータ、方法に関する議論である。アルマゲストに見られる太陽系のモデルとともに、プトレマイオスは全ての情報を大きな枠組みの中に含めている。彼は自分の知っている全ての場所や地理的名所に大地全体に広がる格子目の中で座標をありふった。 井戸は京都同様に赤道から測られたが、プトレマイオスはそれを角度よりもむしろ最も長い昼の長さで表すことを好んだ。彼は、軽度0度たる、四五線を彼の知る限り最も西にある、カナリア諸島を通るように定めた。地理学は、セレースと、シナエを、タプロバネや、アウレア・ケルソネススを越えて最も右に置いている。プトレマイオスは、 人の居住地全体の地図とローマ諸州の地図の作り方の教えを考案、提示してもいる。地理学、第2部で彼は必要な知識の一覧を挙げ、地図に説明を加えている。彼の、イーク面には、大西洋のカナリア諸島から中国までの東西180度をカバーし、北極から東インド諸島やアフリカ部角までの南北81度をカバーしている。 プトレマイオスは自身が地上の4分の1しか知らないことをよく自覚していた。大地が球場であるという知識は当然のことながら古代末期のネオプラトニズムやキリスト教の中の学問にも受け入れられていた。旧約聖書に示された地球平面説により形成された神学的疑問にラクタンティウス、ヨハネスクリュソストモス、 アレクサンドリアのアタナシオスといったキリスト教徒の学者が影響を受けたが、これは常識外れの傾向に止まり、カイサリアのバッシレオス、アウレリウス・アンブロシウス、ヒッポのアウグスティヌスといった教養あるキリスト教著述家は大地が丸いことを明らかに知っていた。地球平面説は旧約聖書の文字通りの解釈を非常に重要視したシリアのキリスト教に長くどまり、 この派閥から出てきたコスマスインディコプレウステースのような著述家が6世紀に至っても大地を平面型に表し続けていた。この世界の古いモデルの最後の残死は7世紀中に消滅し8世紀から中世にかけて研究に値する宇宙学者で地球球体説を疑問に付した者はいなかった。東方への拡散東方でのギリシア文化の交流に伴って ヘレニズム天文学は東方に向かって古代、インドまで覆うようになり、インドではヘレニズム天文学の大きな影響が、起源後すぐに明らかとなった。大地が惑星の天球に覆われているというギリシアの地球球体説は、バラーハミヒラやブラーマグプタに熱烈に支持され、大地が円盤状であるというインドの長年にわたる宇宙論にとって変わった。 古典時代のインド天文学者、インド数学者のアリアバータは、大地の球状性や、惑星の運行を扱った。彼のサンスクリットでの代表作、アーリアバティアのうち、カラクリアと、ゴラと名付けられた最後の二連は、大地が丸く、その周長は4967ようじゃなと、述べているが、この値は、紀元前3世紀、エラトステネスの概算値に近い。 アリアバータは天体の見かけ上の回転は実際は大地の回転によるものだとも述べている。アーリアバティアは逆に中世イスラームの学問に影響を与えた。大地がマリーという知識は古典ギリシアの文献の直接の伝播によって、あるいはセビリアのイシドルスやベーダ・ベネラビリスのような著述化を通じて中世の知識の一部として生き残った。 スコラ学など中世の学問の交流により時代が下るにつれて地球球体説を示す資料は増える。ギリシアローマの学問に接する領域への球体説の拡大は必然的に前進的なものでありヨーロッパのキリスト教家の勢いと連動している。例えばスカンディナビアで地球球体説が知られていた最初の証拠は エルキダリウムのコアイスランド語への翻訳である。大地がマリーと知っていた古典古代から中世にかけてのラテン語あるいは口語での100人以上の著述家の余すところのない一覧がシュトゥットガルト大学のロマンス語文学教授ラインハルト・クリューガーにより編纂されている。キリスト教世界四季のある休憩の地球。ビンゲンのヒルデガルト、神の豪の書の差し絵。 セビリア大司教のイシドルスはよく読まれた百科辞典語源で大地はマリーと教えている。これについて彼が地球球大切に言及したのだと考える著述家もいるが、これや他の著作により彼は大地が円盤や車輪の形をしていると考えていたことは明らかである。対処点で人が生きるのは可能だと彼は認めず、これを伝説に過ぎないと考え。 対処人の存在を示す証拠が何もないと述べている。修道士ベーダ・ベネラビリスは、コンプトゥスを扱った影響力の高い論文、時間の計算で、大地は、マリーと述べ、日照時間の違いを、大地が丸いことによるのであって、晴天や一般文学に記された、世界の報酬などというものによるのではない。実際は、大地は、 世界の中心に置かれた球場のものなのであると説明した。カロリング長がすべての司祭にコンプトゥスを学ぶよう要求したために時間の計算の写本が非常に多く作成され、また非常に多くが現存しているが、このことがほとんど全員ではないにしても多くの司祭が地球球体説に触れたことを示している。 エンシャムのエルフリクスが、ベーダの著作を小英語訳し、大地の丸さと太陽の軌道が、日照時間がどこでも、等しいことを妨げていると述べている。ベーダは明らかに大地が丸いと考えており、私たちが大地を地球と呼ぶのは、丸い形が平地と山地の多様さに表されているかのようにというわけではなく、万物がその外形に含まれるならば、 大地の外周が完全な休憩を示すからである。それが、本当に、宇宙の中心に座する球体であるならばそれは、広い宇宙の中で、縦のように円形なのではなくボールのように休憩を、しており、中心から遠距離に広がった完全な休憩を、しているのであると書いている。七世紀のアルメニアの学者アナニアシラカツイは、世界を、休憩の卵黄が白い層に取り囲まれ、 硬い殻で包まれた卵というように説明している。中世世紀には、キリスト教をヨーロッパにおける天文学的知識は、中世イスラーム天文学による研究の伝波でもたらされた古代の著述家の直接的流入の上に発展した。この研究の初期の受け取り人として、オーリアックのジェルベール、後の教皇シルエステル二世がいる。ビンゲンのヒルデガルトは、 神の号の書で、大地が丸いことに何度か言及している。アランド・リールは、死、アンティクラウディアヌスで自由な中を擬人化して、登場させているが、その中でも幾何学に、地球の周長を図らせている。サクロボスコのヨハネスはプトレマイオスに基づいて、天球論と呼ばれる著名な天文学書を表し、その中で、地球は、丸いと考えている。 ジョンガワーが地球を言おうとしている。地球が大地、大気、水を表す区画に仕切られている14世紀初期のイタリアで書かれたダンテの新曲では、大地が球場に描かれ、南半球で見られる星が異なることや、太陽の位置の変化、そして地上の時間帯の違いといったことの意味について論じられている。また、オータンのホノリウスのエルシダリウムは、 下級生職者教育の重要な手引き書きであって、中英語、古フランス語、中高ドイツ語、コロシア語、中期オランダ語、コノルド語、アイスランド語、スペイン語、いくつかのイタリア語方言に訳されたが、地球球体説に明らかに言及している。同様に、レーゲンスブルクのベルトルドゥスが、地球球体説を、説教的な絵画で用いたという事実は、彼が、 自分の説教を聞く回収に対して、旧体説を前提知識とみなせたことを示している。説教は交互たる、ドイツ語で行われており、教養人に向けたものではなかった。ポルトガル人によるアフリカ・アジアの探検や、コロンブスのアメリカ州到達、そして最終的に、フェルディナンド・マゼランの世界就行により、地球旧体説の実際的な証明が得られた。 イスラーム世界イスラーム天文学は地球球体説をギリシアの天文学から受け継いだ。イスラームの理論的枠組みはアリストテレスやプトレマイオスの基礎的な功績に大きく異拠していたがアリストテレスもプトレマイオスも地球が球体であることと宇宙の中心に存在することを前提としていた。ムスリムの学者は初期から地球がマリーと認識しており 地上のあらゆる位置から、メッカの方角、距離を計量できるようになるために、イスラーム数学者は、球面三角法を発達させることになった。これによりキブラ、つまりムスリムが祈る向き、が決められる。830年頃、カリフアル、マームーンが、イスラーム天文学者やイスラーム地理学者たちに、タドムールから落下までの距離を測るように委任した。彼らは、 両都市が、緯度にして一度、四五千個超測量で6 6 2三マイル、離れていることを発見して、それゆえ地球の周長は2万四千マイルだと、計算した。アルマームーンの別の天文学者による測量では、緯度一度が5 6 2三アラビアマイルであり、周長は4万248キロメートルと、計算され、 現在用いられている一度あたり1 1 1 3トルで、周長4 0 6 8トルという値に、それぞれ非常に近い。アルファルガーニーは9世紀のペルシア人天文学者で、アルマームーンに委任されて、地球の直径の算出に携わった。彼による蒸気の緯度の値の算出は、プトレマイオスによる6023ローママイルという、値よりもずっと正確であった。 クリストファー・コロンブスは、プトレマイオスが提出したよりも地球が小さいことを証明するために、アルファルガーニーの値をアラビアマイルではなくローママイルに当てはめて無批判に使った。ビールーニーによる地球の半径の算出法、アブー・ライハーン・アルビールーニーは、地球の周長を計算するために、新たな手法を用い、現在用いられているものに近い値に到達した。 彼の算出した6 3 3 9 9トルという地球の半径の値は現在用いられている6 3 5 6 7トルという値に1 6 8トル足りないだけに過ぎない。二つの異なる場所から同時に太陽を見ることで地球の周長を算出した先達たちとは違い。ビール2は 平地と山頂の角度に基づいて三角法による計算を使った新しい手法を発展させ、それによってより正確な地球の周長の値を得て、一人の人間が一箇所から測量をするだけでその値を算出できるようにした。ビールーニーの手法は厚く埃っぽい砂漠を歩くことを避けようとしたものであり、彼がインドの鉱山に登った際に思いついたものである。 彼は山頂から地平線を見た際に、それが山の高さとともに大地の極率を測るのに使えることに気づいたのである。彼は大数学をも用いて三角方程式を立て、アストロラーベを用いて角度を測った。ジョン・ジェイ・オコナーとエドマンド・フレデリック・ロバートソンは、マック・チューター数学的発見史にこう書いている、ビール・ニは即地学と地理学に対する重要な、 功績もなしている。彼は地球を計測する新しい方法を導入して、それによって三角法を用いて測った。彼は地球の半径として 6339.6km という値を確立したが、これほど正確な値は西洋では16世紀まで得られなかった。彼のマスウード法典には600以上の場所の座標の表が掲載されているが、彼は そのほぼすべての値を自身による測量から導いていた。世界一周エルダプフェル、現存する最も古い地球儀地球球体説の最初の直接的な証明は史上初の世界就行、つまりポルトガルの探検家、フェルディナンド・マゼランに統率された航海によりもたらされた。この航海はスペイン王室の資金援助を受けた。 1519年8月10日に、マゼランの指揮の元セビリアから5艘の船が出港した。彼らは、大西洋を横断して、マゼラン海峡を通過し、太平洋を通って、セブ島に到達したが、そこで、フィリピン人先住民との間に戦闘が起こり、マゼランが殺されてしまった。そのため、フアン・セバスティアン・エルカーノが後継いで航海を、続け、1522年9月6日に、 セビリアに帰還して、世界一周を完了した。カルロス一世は、エルカーノの功績を認めて、彼に、何時は、初めて私を巡ったという標語が入った紋章を、授けた。ただし、世界一周単体では、地球球体説を証明できない。円筒状であったり不規則な休憩をしていたりといった、別の形をしている、可能性があるからである。さらに、 エラトステネスが1700年以上前に用いた三角法による証拠を組み合わせることでマゼランの後悔はヨーロッパの知識人の間からすべての合理的に考えられる疑問を除去した。明朝中国17世紀には以上のように西洋天文学によって研究された地球球体説が最終的に明朝中国に広がったのは帝国の宮廷の天文学者の中で 高い位置を占めたイエズス会士たちが地球は平面上で四角いという中国古来の思想に挑戦して成功したためである。日本への伝来1689年の天文図解の地球。日本での初出。日本人が大地が休憩であることを初めて知ったのは戦国時代にヨーロッパ人宣教師が来日した1543年以降のことである。 宣教師は世界地図や地球儀を日本に持ってきて仏教の地平説よりもキリスト教の方がずっと優れていることを知らせるために使った。16世紀の末には宣教師によって日本の神学校用の教科書も作られ、その中では西洋の天文学と合わせて大地が丸いことも教えられていた。しかし日本人の学者が書いたものの中に 大地が休憩であると書かれるのはさらに後の時代に、なってからである。江戸幕府に仕えた、学者、林羅山は1606年に、日本人修道士と論争した際、そこに置いてあった、地球儀を指さして、上下あることなしやと質問したところ、修道士が、地中をもって、下となすと答えたことを捉えて、彼らは上下の区別もわからないと馬鹿にしている。また、医者で、 受学者であった中山三流は1652年のアスカ川の中で月食が起こる理由を説明しているが大地が休憩であることを知らなかったため間違った説明をしている中山は1670年の著書の中でも同様の間違いをしている日本人学者に大地が休憩であることが知られるようになったのは中国人学者ユ子六の書いた 天行あるものを読むようになって、この中の西洋の天文学の知識に納得してからである。1700年代に入ると、日本人学者による西洋天文学の解説書が出版されるようになり、大地が休憩であることが日本人学者の間に知られるようになった。地球という言葉が日本語に現れたのは1689年に出版された井口常藩の 天文図いだと思われる。しかしこの本では地球の語は中国書からの引用部分にのみ現れるが、それ以外の部分では地形か地下下という語しか出てこない。このことから地球という言葉は中国人がヨーロッパ人宣教師から得た知識を翻訳する過程で作られた語であると考えられる。日本人学者が地球の語を盛んに使うようになるのは 1713年の和漢三サイズで第一の丸いことが地球という言葉と共に出てくるあたりからである。しかし、江戸時代を通じて地球説には仏教界から強い反対論が存在した。当時の仏教ではこの世界は四角い趣味山というものでできているという趣味山説が伝統的に存在したため地球説は強い抵抗にあったのである。 明治5年以降、小中学校が設立されると、西洋の地球説も教えられるようになったが、明治20年になっても仏教界からは、地球説に反対する本が出版された。ほぼ歴史的に考察された順序に並べた、海で、低い地面の前の空間や、船体の前の船の方に、鉱山や地上型陶器が見えた場合、船の上の方に登った場合か、 陸地なら高い崖の上にいる場合に、さらに遠くが見える。北国へ旅すると太陽は低く昇るが、北極星のような北にある星は高く昇るようになる。エジプトで見えるカノープスのような他の明るい星は空に見えなくなる。地球は月食の際に月に円形の影を投じる。月食が報告される時刻が、東方では西方よりも数時間遅れている。 時差は、クロノメーターや電信を用いた旅行によって、後に確かめられた。エチオピアやインドなど、非常に南へ行くと、一年のうちある時期には、影が南側に生じる。さらに南に行くと常に南側に、影が生じる。船舶で海上を渡るとき、気象条件に変化がなければ水平線は常に、一定の距離を保つ。地球が球体でない場合、 この現象は起こらない。また、名前に反して水平線は水平ではなく、わずかに弧を描いていることが肉眼でも観測可能である。世界就航が可能であるつまり、世界を一周して自分が元いた位置に戻ってくることが可能である。世界を一周する旅行家は、していない人と比べて1日の長さが増減する。国際日付変更線を参照。 標高が等しければ、世界中どこでも重力は垂直方向に一時位の力として働く。もし地表が球面でないなら重力の値や方向は、緯度や経度によって極めて大きく変動しなければならない。プレートテクトニクス理論の存在。地球が球体でない場合、生物学、気象学、地学、海洋学等、様々な学問の地球史側面で、 合理性を欠く現象が多発していることとなる。人工衛星は地球の周囲を回り続け、さらに静止軌道にある衛星は地球から見て不動であり続けられる。宇宙から地球の写真を撮ると観点に関かかわらず円形に見える。天文学で観測される他の星はパルサーのような特殊な例を除いてすべてが急構造である。パルサーも高速回転により、 円盤状に変形してはいるものの、幾何学的には三次元球体に属する。二次元平面で構成された、構成、惑星型天体は現在一切観測されておらず、地球のみが例外であると考えるのは統計学の点から難しい。ボブクノーデルが地球球体説を否定するため行った実験。ジャイロスコープを用いた計測は彼の意に反し、 地球が1時間に15度回転している事実を立証した。以上の主張のうちいくつかは単体では別の説明をすることができる。例えば月食の際の影は円盤状の地球によって投じられることがあり得る。同様に旅行に伴う空の星の南北への移動はそれらの星が地球に非常に近いことを意味することがあり得る。しかし、 各主張は互いを強化する。測地学とは、三次元次変空間における地球や、その重力場、地球力学的現象について測量したり論じたり、する学問領域である。測地学は、重力場の位置決定や、その時間変化の幾何学的側面を主に扱うが、地球の磁力場の研究をも含む。特に、ドイツ語圏の測地学は、 地球を全体として測量することに関わる、測地測量と地表の一部を測量することに関わる、地理調査に分けられる。地球の形状は少なくとも二つのやり方で考察される。測地学では地球をさらに正確に計測するため、まずジオイドの形状は完全な玉とはされず、大円体の一種である、平田玉回転大円体として、ほぼ正確に表される。 さらに近年の測定によって未だかつてない正確さでジオイドが測られ地表価の質量濃度が明らかになっている。ありがとうございます。